さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、さあ今週も始まりました。常念さん、この間はお疲れ様でした。おととい行われましたね、はい、この桜林包囲 11.11 労働学統一行動ね。ね、みんなでなんかラップやりましたね。共産主義ってなんだとか言って共産主義ってなんだってみんなやりましたね。はい、もうすごいマニアックな集会になりましたけれども、ありがとうございました。お集まりいただいた皆様ありがとうございます。自衛隊の経済学好評発売中で、なんと初戦グランデさんに桜林さんのサイン本が限定何冊でしたっけ、10冊ぐらい、20冊ぐらいあるんですけど、はい、もう多分もう結構売れちゃってるので、いやいやいや、常念さんと古谷さんのね、あ、そうです、はいはい、私と古谷君のサイン本は多分ね、はい、5冊ずつぐらいしかないです。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあかなり品薄感がありますね。品薄感が、はい、坂上さんの方はちょっと品余り感がちょっと出て本当ですね、かなり余ってそうで非常に、これ在庫はけないと次の本出せないですから。そうですね、全国の桜林ファンの方は初戦グランデ神保町で買うサイン本ありますかと言ってね、はい、サイン本がなかったら店長を呼んでくださいみたいなとんでもない営業妨害になってしまうかもしれませんね、これね、大変な、はい、ミリタリーコーナーにあるんでしたっけ。ねえ、ミリタリーって言ってた、ね、はい、そうです、はい、ミリタリーコーナーに、ね、はい、あるそうなんで、はいはい、あのぜひね、あの左翼コーナーに置いてないですからね、はい、すいません、私そういうコーナーあったんでしょうか、ね、あれ 11.11 の行動を主催したのは、あれはシールじゃないですかね、あれ S に見えますけど5ですから5L5 ですから、あれは5L5が主催しましたんで、はい、そっちのコーナーにはないんで、はい、はい、あのぜひミリタリーコーナーで探していただくとそっちのコーナーがあるのかもちょっと、はい、どっかに置いてあります。どこかに、はい、はい、探してください。はい、で、あのイベントということで言うとね、はい、あさって、はい、あのその古谷恒平さんと私で、あさって明日、明日だ、もう明日なんだ、そうだそうだ、明日だ、明日ですよね、間違えた、もう曜日がぐちゃぐちゃになってます、ね、そう、今日金曜日、すっきり出たんだから金曜日じゃないですか、夜中から起きて、そうですよ、してますからね、夜中から晩朝暗いうちからね、やる気そがれながら起きて、もうここまでなんとかもう無理くり持たせてきたわけですよ、もう今日もう夜中なんですから、そうですね、もうこのオープニングの2分ぐらいでエネルギー完全に切れてるわけですけれどもまあその切れ、明日チャージして、はいはい、チャージしてね、まあ、今日夜多分飲んだくれて全く力が出ないと思うんですけどもそこがすごい、いやいやいや、まあ、明日の夜7時から、はい、ファイトフィット新宿にてですね、はい、古谷恒平さんとトークライブ、しかもね無料なんです。あ、すごいですね、無料トークライブやります。怖いですね、無料っていうのもね、はい、あのね、最後に30万円の鍋セット買わせるんですよ、はい、もう出世しますみたいなね、半額買わされるみたいな芸能人みんな持ってますみたいな、そうそうそう、みんな持ってますみたいなね、もう世界に1枚とかね、洗剤買わせて、とりあえず洗剤からみたいなことがある恐ろしい回なんですけど、はい、嘘ですそうなりません、はい、ゾンビね、はい、ゾンビ学、ゾンビについて語る回で、あのロメロからバイオハザードまでということで、はい、やりますので、この間の古谷さんと常念さん控え室でゾンビの話し始めたら止まらないですからねもう本当もうやばいですね、ゾンビ好きですねゾンビ好き、あのほっといても持ちますね。そうですね、もうずっとゾンビの話二人で言っても誰も聞いないで、ずっとゾンビの話してますからね、まあ、そのゾンビ好きが高じてね、はい、私あのゾンビ経済も好きになっちゃいまして、はあ、ゾンビ経済、ゾンビ経済ありますよね、はい、すぐ近くの国ね、伸びゆくチャイナビジネスということでね、これご覧ください、これじゃんということで、お、伸びゆくチャイナビジネスということでね、はい、今こうチャイナビジネスが非常にホットだということで、もう撤退に次ぐ撤退、はい、人員削減の嵐ということですね、はい、嵐が吹いてますすごいですね、はい、これね、まず小松がですね、あれだけチャイナ大好き小松さんが500人、これね現地従業員の1割に当たるそうですね。はい、これ大体ね、どこの会社もコベルコとかね、この、まあ、あの、太陽セメントとか大体1割ぐらい削減するらしいです、はい、あ、これどういうことかというと、もう生産過剰で、うん、もう物余ってるんで、もう作ってもしょうがないと、うん、いうことで、太陽セメントなんてほらね、あのもうコンクリートから人へどころか人からコンクリート流し込むみたいな時代でしたからチャイナコンクリートの中に人を埋めるみたいな経済でしたから、コンクリート殺人じゃないですか、ね、そうですね、まあ、それがこうゾンビ化したまま埋まってんじゃないかみたいな感じで、まあ、ゾンビ経済ですから基本的にゾンビ経済だけに、はい、このゾンビ経済で、まあ、そのコンクリートね、まあ、セメント使いまくったんですよ、はい、であのビル・ゲイツかななんかツイッターでね、チャイナがここ3年とか4年とかで使ったセメントがアメリカがその過去使った歴史的に使ったセメントよりも匹敵するぐらいのセメントぶっ込んでるというツイートを出してましたね、はい、チャイナは3、4年かもうちょっと長いかもしれないですけど、私の本にそれ引用してるんで見てもらいたいんですけど、あのものすごいのセメントぶっ込んでね、まあ、作っちゃったんですよ、はい、あのほらショッピングモール、
とか作ってそこにこう立てこもってゾンビと戦うみたいなね、はい、もう常にゾンビゾンビじゃないですけど本当にゾンビが出てゾンビしかいないようなショッピングモールとか、はい、それからそのねあの高速道路穴ぼこ開いてる高速道路とか、ね、正面衝突する、ね、鉄道とか誰も住んでないニュータウンねオルドスなんて今もう大変なことになってますよもうなんか一つのテーマパークですねやばいですねでオルドスの、ね、マンションのもなんで買うのと、一応私ねあの中国人に聞いたことあるんですよ、ああいうとこなんで買うのと、はい、でなんでそのまま住まないで放っとくのって言ったらまずあのスケルトンで買うらしいんですね あっちってあの物件全部スケルトンなんですよ、うん、でスケルトン状態で買ってそのまま放っとくらしいんです、はい、へえ、あ、はい、なんでかというとスケルトンのままだと新築らしいんです、あ、そういうことなんですね、はい、なんか造作しちゃうともう中古になっちゃうんで住まないでそのまま置いとくらしいんですけど、それってゴーストタウンって言わねみたいな常に新築、いやだから10年落ちの新築とかあるわけですよねこのままだとね、だってあの対策やってたのがあれでしょ、2007年8年あたりからですよね、リーマンショックがなんで2009年かな、8年9年ぐらいから2008年ですねごめんなさい、54兆円ぐらいの大規模財政政策をやって、はい、まあコンクリートを作りまくったんですよ、はい、で投資主導で GDP は増えました、それは計算上増えますわ、でも結局投資っていうのはその後ねやっぱりこう将来の消費に結びつかないと意味がない、うん、ところがまあ結びつかずに投資ばっかりがどん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 積み上がっていくという形で、うん、まあ家もまあ余ってるわけですよね、はい、基本的にはでその余った家がなんで余らせてんのって言ったら、いやいつまでも新築ですからって話で、うん、2009年に作ったのってもう現時点で6年落ちですよ、はい、中古ですよね、まあこのままほっといたらね、もう10年経った新築マンションみたいなのがいっぱい出てきちゃう、うん、で当然あの手抜き工事とかも全開ですからもう朽ち果てていくんじゃないかなというような感じですね、はい、でこれね東洋製缶に至っては撤退なんですよ、あ、全面的に、あ、全面的というかね飲料部門、飲料製缶部門からは撤退だそうです、だからこれまあ、 あの人員削減を伴った事業の縮小ということなので、うん、もう目に見えてこの日本企業のですねチャイナ離れが進んでいると、大きいですね、うん、もう習近平ありがとうって感じですね、うん、あなたのおかげで、ね、決断できましたと、もうこの国には見切りをつけますみたいな、はい、ね、もうこの国には何も期待しませんみたいな、でユニクロはね残るらしいですね、あ、そうですか、はい、ユニクロはねでも多分ね製造拠点というよりは販売拠点ですね、うん、あー、マーケットとして、ね、そう、うん、でもあのチャイナの人はみんな日本に来て銀座でユニクロで買っていくわけですよ、え、あ、そうなんですね、そう銀座で、いや、なんか自分のとこでは買いたくないんですよ、なんでだろう、しかもそのメイドインチャイナみたいなやつをわざわざ日本で買ってるみたいな、なんでなんだろう、現地で買われたらみたいな、まあでも今あんまりユニクロはチャイナでは作ってなくて、これ柳井さんも前インタビューなんか言ってたんですけど、もう結構生産拠点は分散してるの世界各地、はい、でチャイナはあくまでもあの売るためのお店を作ってるということでやってるんですが、まあ、これだけ景気落ちてくると本当に大丈夫なのと、いや一時期米軍のこうキャラクターグッズとかお土産品とかもみんなメイドインチャイナなんてね、はい、全部書いてあって、中に盗聴器入ってるみたいなね開けたら人気分かる、開けたら爆発するとかね何があるか分かんないですから ね、 ですね、恐ろしいあれですけどね、はい、でね、このまあこういう企業の撤退のね、こうミクロの数字だけじゃなくて、はい、経済指標もあんま良くないです、はい、こちらをご覧ください、ここでやったかな、はい、10月のですね経済指標いくつか発表されたんですが、はい、やっぱ注目はですねこれ、まあ、この2つですよね、はい、鉱工業生産とそれから輸出入ですね、はい、で鉱工業生産はねこれひょっとしてというか、まあ、多分 100% 数字ごまかします、え、はい、あんまり驚くほどのことじゃないか、はい、市場予想が 5.8 だったんで、まあ、5.6 にしたと、うん、はい、ちょっとぐらいいいだろうみたいな、まあそうですね、あの 7% の目標なのに、ね、GDP が 6.9% でしょ、同じです、はい、これはまあそういうことです、はい、なんでって言われてもそうやってこう決めてますから、はい、もうとんでもないです、はい、2度あることは3度あるんで、真面目にねこれなんかやってるとか思っちゃダメなんですよ、相手嘘つきだと思った方がいいんで、だから嘘つきのそのまあなんて言うんでしょうね、統計学というか、嘘つき統計で言えばソ連が有名なんですけど、ソ連ずっと粉飾してたんですよ、で最終的にあの東西冷戦崩壊して、ソ連崩壊あの終わって、東西冷戦終わってソ連が崩壊したら分かったんですよね、はい、で何十倍っていうぐらいにまあGDP とか孵化してたんですよね、彼らの言う通りだったら経済がなんか60倍ぐらいに成長しなきゃいけないのに、実際には6倍ぐらいしかなってなかったということで、経済成長率を見ると本当に多少なかったということなんですよ、はい、なので、まあ、チャイナも基本的にはその、まあ、ソ連からのですね、そういうまあ統計の、まあ、スペシャリストをですね連れてきて統計やってるわけですから、か統計のスペシャリスト、スペシャリストですよね市場予想が 5.8 なら 5.6、 あ、そういう人が、はい、スペシャリスト、空気を読んで数字を決める人がいるんですよ、はいはい、そういうことですよ、だからもうこんな当てにならないですよね、うん、はい、なんでまあこれが一つね、それが一番大事なのはこれ、ね、輸入統計ですね、そ
ごいですよね。輸入統計だけ突出して悪いでしょ。マイナス 18.8？ そうですね。これ輸入が減ってるってことはそれだけ消費が鈍ってるってことですよね。でもなんかチャイナは消費が盛り上がってるとか言って、一応ねこの鉱工業指数と一緒に発表されたあの消費者、消費動向のなんか指数があるんですけど、はい、これ良かったんですよ、うん、もうこれも多分作ってますね。だもうあらゆる指標が矛盾して、そんなに消費が調子いいのになんで輸入がこんな少ねえのみたいな。輸入はごまかせないんですね。そうなんです、輸入だけはごまかせないので突出して悪いんで、多分この数字が本当なんじゃないかなと、はい。まあ、輸出も一応相手国があるのでこれもごまかせないですよね。だマイナスね、輸出がマイナス 6.9、ね、なんとあの GDP の数字を反転させた数字が確かに、ね、ゼロをた、ね、ゼロの、ね、原点を、ね、こう線対称に移動させるとこれになるみたいな、これになると、はい、そういう、まあ、幾何学模様な、はい、まだら模様どころか幾何学模様、チャイナの統計は幾何学模様みたいな、なんか新しい論理が、ね、論理が、ね、これ できそうですね、これね、すごいですね、GDP と輸出が逆相関みたいな、逆相関、ね、完璧にマイナス、あの符号だけ変えるとその数字、ね、この作ってんじゃねえかみたいなね、これ香港への輸出とか入ってるのでごまかしが効いちゃうんです。そうなんですね、はい、で輸入はだからこれは相手国あるのでなかなかごまかせない、そこだけごまかせないところがまた、はい、極端に落ち込んで、はい、おります、うん。まあ、これはだからあの原油安が進んでるからとかいろんな理由を言う人いるんですけど、まあ、いろんな理由あっていいんですが、少なくともこんだけ落ちてたら GDP がプラス 6.9 ってことはないです。ないです、うん、多分マイナス成長なんじゃないかなということですよね、はい。もうだから伸びゆくチャイナビジネスということでね、期待してるんですよ。何が伸びてるんだろう。いや逆方向に伸びる、逆方向に伸びゆくチャイナビジネスということですね。まあ期待してると、でこうもう経済がこれだけボコボコになってるところへ持ってきてね、まあこの間ねラッセンが版画を売りに行ったわけですよどうしてもね、それがイルカ、こう、いや、イルカ、イルカのマークの、ね、ミサイル駆逐艦が、ね、行ったんですけど、はい、なんか最近 B52 が、爆撃機が ね飛んだとか、飛んで、その爆撃しちゃえばよかったのね。だけどね、まあアメリカもね、はい、いろんなことこうやってるんでしょうね。そうですね。ちょっとずつ、はい、ちょっとずつですね。12回りには入んなかったらしいんですけど、あ、そのいわゆるね、はい、あのそこの、で、なんか防空識別圏みたいなことを言ってくるということに対する牽制だと思うんですけど、これ純粋に軍事的にどうなんですか。あそこに対空ミサイルとか持ち込んで、まあ A2AD やろうと思ったらできるんですか。それはできる、アメリカがですか。アメリカがじゃなくて、チャイナが対空兵器持ち込んで弾道ミサイルとか、それあのガチガチに固めれば、物理的にはやるかもしれないですけど、はい、それをやったらもうしまいです、ね、ですよね。運んでくる多分船を潜水艦に沈めるでしょうね、アメリカ、うん、まあね、そうはならないと思いますけど、キューバミサイル危機の再来みたいなのですか、ね、あのね、台湾危機とか、台湾危機とか、ね、あそこの、はい、まあ、あの島に、はい、あの滑走路のある島とかに、まだそういう、まあ、あの対空ミサイルとか、そういうものはまだ持ち込んではいないんですよね。いや、そこまではしてないと思いますけど、やっぱりこう例えば電波を妨害するとか、まあ、GPS を妨害するとか、うん、そういうところの方がやっぱり恐れた方がいいと思いますね。まあ、あからさまにミサイル持ってきたとかいうことになるとですね、これはもうあの、まあ、宣戦布告じゃないですけど、かなり喧嘩を売ってることになって、なるほど、もう言葉大きくなりますので、大きな、まあ、そういう、あのミサイルなんか持ってくるんだったら結構船で運ばなきゃいけないんで、まあ、当然上から見てれば分かりますよね、はい、あ、そうです。ですからやっぱり警戒監視ですよね。アメリカがやってるってことがその抑止になって、なるほどね、まあ、そこにね、日本が加わるか、まあ、ASEAN の諸国でどうやって分担してやるか、はい、だからやっぱりみんなでやって、はい、その国際社会がこうやって見てますよっていう、非難してますよという姿勢を示す方がいいと思うんですよね、姿勢としてはですね。だ、平和安全法制みたいなので、海上自衛隊もそのパトロールの一翼になったりとかすると、それが平和につながると。なかなかのね、安保法制通ってもまだそれが運用に、至るまで時間かかる、至ってないですからね。まだその参院選があるっていうことで、政治的にもちょっと今ね、トーンダウンなんかちょっと抑えてるところありますので、はい、自衛隊としても正直言って安保法制を見据えた訓練なんてものはちょっとやりづらい、はい、まあ、正直でできない状況にあるんで、しれっとね、この間インドとアメリカ海軍と、あの海上自衛隊が合同訓練やって、はい、帰りに南シナ海横切って空母と、ね、護衛艦が帰ってきたと、ね、その日本のイージス艦が警護しながらアメリカの空母を連れて帰ってきたっていうのがありましたけど、ね、海の世界って、はい、なんとなく私たちがこう考えてるのとは違う、その海ネイビー同士のなんか信頼関係みたいなのがあって、はい、その、まあ、米軍は
米中国海軍ともこの間、はい、まあ、演習訓練なんかもやってますので、はい、まあ、ある意味その敵対するというよりもみんなでこう囲い込むというか、はい、教育していくというかですね、はい、なので、まあ、あの、まあ、日本も中国海軍と交流もしてますので、はい、まあ、そういうやり方は、はい、まあ、もちろんインドとも深めますし、火器管制用のレーダーをいきなり照射したら、はい、お前撃たれても文句言えないんだぞとか基本的なことを教えてやる。そう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 、ね、国籍不明の不審船とか出したらそれはもう沈められてぶっ殺されても何も文句言えねえんだぞというのを教えてやるわけですね。まあ、国際法をですね教えて、まあ、中国は国内法があるからって言って主張してますから、はい、そこのところをちゃんと国際社会で教育するみたいな姿勢なの、ね、その国内法も何もだって民主的な手続きで決まった法律じゃないですかね。習近平の脳内で決まったものをやれって言ってるだけですから何のそんな法律伝ってもその何ていうんですか、我々から見るとちゃんちゃらおかしいわけですよ、はっきり言って。何言ってんのお前とでもある日突然あのなんかあのパーがあのチョキに勝ちみたいなの言い出そう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 、まさにそう、ね、いやもうこれは国内法でこれこっちが勝ちになりましたパーが勝ちになりました、誰が決めたんですか手続きはとか言ってグヌヌみたいな感じですよね。何も言い返せないですよね。そういうことですね。そういう国をみんなで違うでしょと、ね、いうのがやっぱり海の世界のやり方なんですね。ちなみになんですけど、これはちょっと桜林さん聞いてみなかったんですが、あそこに対空火器をガーッと持ち込まれたとするじゃないですか、でも持ち込まれたとしてもあの、まあ、裸のアイランドなわけですよある意味、はいはい、だって真っ平らのところにあるだけでしょ、だからこっちから弾道ミサイルぶち込んであの徹底破壊とか艦砲射撃でボコボコとかっていうのは割と簡単にできるんじゃないかと思っちゃうんですけど、どうなんですか。やっぱり物理的にそのアメリカの手にかかればできると思いますけど、はい、そうですよね、おそらく、まあ、あの潜水艦発射の、あれですか、あの、まあ、地対空じゃねえや、こうあの何ですか、こうあの地上攻撃するミサイルとかもあるわけですよね。 はい、あとまあ普通に爆撃機でバンカーバスターみたいなことしちゃって、はい、あれ一発落ちれば多分滑走路穴開いて巨大な穴開いて水ジャーってきてこう液状化とかして終了みたいな、まあ、対空兵器もこんな斜めになっちゃってこうなんかチャイナの本土撃っちゃうみたいな感じで終わりかなとか思うんですけど、本気でやるのはね、はい、やろうと思えば当然そりゃできる、できますよね、あやっぱそりゃそうなんですね、あとなんかほらあの向こうのほら海警っていうほら海上保安庁もどきみたいなのあるでしょ、はい、であいつらがあのなんかそのこう体当たり戦法でね、へさきを強化して大型船で体当たりで来るっていう風な弾を撃たずに来るって言うんですけど、もうそんなことやったらもう何メートル以内に近づいたら撃つよって言ってミサイルで多分一撃で終わりだと思うんですよね、でそれじゃやられたとか言うんでしょうかね、もう突っ込んできたら攻撃したのと同じとかいうのはもうルール決めたらもう来てんだから撃つしかないじゃんみたいな話になりそうなんですけど、ですよね、あれよりちっちゃい船でも多分強力な火器を持ってればエンジンでもちろん ね、うん、日本海海戦どころか、まあ、逆にそうすると、はい、その向こうに口実を与えてしまうっていうのですね、まあ、それを恐れてる部分はありますけどね、武器さえ撃たなきゃ何でも OK ってことでへさきを強化してたあの体当たり専門戦みたいなので来たらそれはそれで話違いますよっていうことにならないですか。だからこっちはあのその警察比例の法則じゃないですけども、なんか投げるとか、だからそういう対抗手段を考えるとか ね、そうなんかスクリューに絡まって動き止めるやつとかあるんですよねあるんですあるんです実はね、なるほどね、でそうやってこうチャイナがいろいろガシガシ来ても、まあ、最初戻るんですけどやっぱこういうことなんで、伸びゆくチャイナビジネスってことで、まあ、経済がじわじわと彼らの足を引っ張る可能性はあると思います、で、まあ、ソ連が崩壊した時もそうですけどね、本来その彼らは今 GDP がマイナスなわけですから、はい、国内の経済対策にエネルギーを割かなきゃいけないのに、なのにその軍事費とか、それからそのまあ海外ですよね、 AIIB みたいなのを作って、なんかインドネシアにね最初の高速鉄道の金、あの金 AIIB で出すとか言ってるんですけど、もう一発目から大こけすればざまみろとか思ってるんですけどね、まあ、そんなことばっかやってると、本来はその自国内のまあ失業対策とか、まあ弱者に対するそのまあ保護みたいなこととか、まあ公害問題ですよね、もう北京が今もう大変なことになってますからね、1970年代のアメリカの近未来映画みたいな状態になってますよ、すごい分かりにくい例ですけど苦しいみたいな感じ、はい、ソイレントグリーンって映画があるんで見てくれよ、はい、ソイレントビンズだったっけな、あソイレントグリーンだ、はい、それぜひ見てください、はい、そういうもうなんかこう人口増えすぎて大気汚染でなんかもう人々が住めなくなって作物はできなくなって動物は絶滅してみたいな、そんな世界ですよ、ガミラス製ですよねあれね、でこのままいくともう砂漠化が広がってあのチャイナ自体がやっぱりそう環境問題で国力が落ちてくるんじゃない、長期的には、ね、自らね、であの内モンゴルのあたりなんかもね、ほら、はい、あの坂上さんの番組 見ましたけど、あの宮城先生ね、はい、一回開拓しちゃうと寒くなっちゃうでしょ、はい、ですよね、だそういう意味でその経済、はい、自然環境、ね、そして日米同盟というですね、もう強力なこの逆ジェットストリームアタックですね、チャイナにとってはね、これ今食らってるっていう状態なんじゃないかなと
ということで生温かくですね、これからもね、もう伸びゆくチャイナビジネスということでね、注目していきたいなというふうに思っております。はい、ということで今週の経済ニュース最前線、これにて終了します。また来週。